現代中国では大量消費が一般民衆の主な娯楽となっており大手 EC サイトはキャンペーンやイベントを通じて購買意欲を刺激していますしかし今年はその象徴ともいえる反則イベントが初めて開催されないことになりました大量消費社会の象徴ともいえるイベントが幕を閉じる背景には一体どのような理由があるのでしょうか 毎年11月11日の独身の日を迎えるにあたり、中国の大手 EC サイトは約1ヶ月前からプロモーションを開始し、大規模なバーゲンセールを展開します。アメリカ政府系メディア、ラジオフリーアジアによると、アリババが運営する国際 EC サイトアリエクスプレスは、独身の日に行われるバーゲンセールを、 今年初めてアメリカに導入し、11月8日から割引商品をカートに追加できるようにしたといいます。一方、中国メディア、レイトポストの報道によれば、アリババは毎年恒例の反則イベントを開催しませんでした。このイベントは、アリババ傘下の B2C プラットフォーム、テンマオが主催する年次の祭典で、11月11日の前夜に行われるものであることから、マオアンと呼ばれています。 コロナ禍により中止となった2022年を除けば毎年開催されており、過去にはコービー・ブライアントやテイラー・スウィフトといった国際的なスターが出演したこともありました。アリババがマオワンを中止し、国際市場への展開に注力する背景には、中国国内の消費低迷が影響していると考えられます。同社は中国の EC 業界を牽引する存在でしたが、過去3年間、 独占禁止法に基づく、政府の厳しい監視や圧力に直面してきました。また、ジンドン、ティック、トック、ピン、ロードなど、他の ec プラットフォームとの競争も激化しています。2020年中国当局は独占禁止法違反を理由にインターネット企業の取り締まりを行い、その際アリババは典型例として調査を受けました。2021年4月には？ アリババに対し、2019年の国内売上高の4%に当たる182.28億円の罰金を課し、3年間の自己点検と業務改善を命じました。その後、バイドゥ、テンセント、メートゥアン、ジンドン、ディディなど、他のテック企業も次々と罰金を課されました。カリフォルニア州に拠点を置く中堅銀行、イースト・ウエスト・バンクの首席エコノミストである虚中章氏はこのほど、 ラジオフリーアジアの文字取材に応じましたキ中将氏はアリババがマオアンを中止した主な理由として消費疲れを挙げましたキョによると独身の日のプロモーションで他者との差別化を図るには斬新で独創的なアイデアが必要でありアリババは現在それに向けた再構想に取り組んでいるとのことです アリババが今年のマオ案を中止した背景には何があるのでしょうかこれについてハーバード大学ケネディスクールの上級研究員で書籍「テクノロジー戦争中国はなぜビッグテックを叩くのか」の著者であるアンドリュー・コリアー氏はラジオフリーアジアに対し自らの分析を展開しましたコリアー氏によるとアリババは経済的な課題に加え強い政治的圧力を受けています 習近平政権による民間企業への締め付けが続く中、アリババは高度なクラウドサービスを持っているものの、国有企業と競争するのは困難になっていると述べています。コリアー氏は、アリババはすでに成長の頂点に達しており、政府の目を引かないように慎重に行動しつつ、国際市場や他の分野で生き残りを図るほかないと指摘しています。アリババは2020年に打撃を受けて以降、 ネット小売業などの分野であまり目立たないようにしている。これは習近平が経済成長や消費の促進を望んでいる一方で消費者向けサービスへの大規模な資金投入は避けたいと考えているためだとコリアー氏は述べました。さらに習近平はむしろ市場の投資資金が工業や技術分野に流れることを期待している。市場シェアを占有しすぎる企業には 良いい結末が訪れないだろう習近平は、四業が強い経済的及び金融的影響力を持つことを望んでいないと指摘しました。コロナ禍の厳格なロックダウンが終了した後、アリババは2023年にマオ案を再開しました。しかし、今年はこのイベントの予算を消費者や加盟店の支援に振り分け、総額300億元のクーポンとお年玉、 そして30億元の支援金を投入しましたこれはアリババが今まで行ってきた最大規模の支援企画でしたコリアー氏はマオアンの中止はアリババの戦略が単純な売上増加から長期的な成長を重視する方向にシフトしていることを示唆していると分析していますアリババの元幹部で創業者ジャックマー氏の 国際業務特別補佐を務めた孔明医師がラジオフリーアジアに語ったところによると中国の小売電子商取引市場は成熟しておりもはやマオアンを通じて顧客を呼び込んだりネットショッピングの認知度を高めたりする必要はないとのことですまた若い世代は分散消費を好む傾向があり購入に際してより慎重に複数の店舗を比較し製品そのものに加えて 製品がもたらすすす価値や体験を重視するようになっています講師は今の消費者は複数のショッピングサイトを比較しながら買い物をする。カビで魅力的な消費主義には惹かれなくなっていると述べました。講師はまたアリババはリソースの配分を調整することで顧客体験を高めようとしていると述べました。これは膨大な取引データを用いて、 試行錯誤しながらサービスを改善する今までのやり方と大きく異なるものだと言います。アリババは現在は 88VIP 会員制度などを通じて顧客の忠誠心を高めることに注力しており安価な商品を提供することが全てではないと講師は指摘しました。報道によればマオワンが最も華やかだったのはコロナ前でした。その後は国際的なビッグスターの参加がなくなり 独身の日のの日売上の伸び率も鈍化しましまた。2021年にはアリババの総取引額の成長率が初めて10%以下に落ち込みました経済学者のアンドリュー・コリアー氏はこの消費停滞の背景には国内の経済状況も大いに関連していると指摘します中国当局は2024年の第3四半期までに全国の住民の可処分所得と資産収入が 前年比約5%増加し、一人当たりの消費支出も同様に、約5%増加したとしていますが、このようなデータは、国内の雇用機会減少や賃金カット、低迷する小売売上高と矛盾しており、公式データの信憑性に疑問が残る状態となっています。